はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、セブンペイ事件逮捕者2名、2段階認証導入へということで、今回は今も少し話題となっているセブンペイについてなんですけども、早速逮捕者が出たということ、そして2段階認証を導入することについてお伝えしていこうと思います。ということで、今回の事件を簡単にイラスト付きで作ってみました。まあ、今回このワン容疑者と、このチョウ容疑者という2人が、誰かになりすまして、このセブンイレブンにて電子タバコを約200カートン、金額にすると約100万円分ということですね。これを決済をしたということですね。しかもそれがセブンイレブン3店舗で行われたということで、そして元々の情報っていうのはこの中国拠点の組織らが不正アクセスをして情報を取得したんじゃないかなというふうに言われています。で、現在の状況なんですけれども、200人の方が被害に遭って、被害額が5500万円、そして今セブンペイではセブンペイのチャージや新規登録をストップしているということですね。で、今回について、まあ、セブンペイの対応としたら、まず2段階認証を導入するということ、そして1日あたり30万円だったチャージの上限額の引き下げを行うということですね。まあ、そもそも2段階認証って何なの?というところなんですが、まあ、もちろんご存知の方多いと思うんですけども、ここに書いてある通り、ID、パスワードの認証に追加して、スマホ上でのログイン可否の選択や、セキュリティコードの入力を追加することで、お客様以外、まあ、自分自身以外がですね、不正に情報にアクセスすることを防止するということですね。まあ、下のイラストでいくと、第1段階で ID やパスワードを設定して、そして第2段階で SMS など、まあ、認証コードを設定するということなんですけども、まあ、今回セブンペイはこの第2段階の部分ができていなかったと言われています。まあ、今回について経済産業省はセブンペイの運営会社に対して徹底した原因究明と早期に再発防止策をまとめるよう求めており、セキュリティ対策が十分だと判断できない限りは10月から始まるキャッシュレス決済のポイント還元制度への参加は認められないということで、いや、これ痛いですよね。他社は、まあ、10月の増税に備えてキャッシュレス決済のポイント還元などの、まあ、準備は整いつつある中でも、まあ、さすがに今の状況だとセキュリティ対策や諸々のことが戻ったとしてもかなり厳しいのではないのかなというふうに思います。まあ、個人的には以前もお伝えしたように、信頼を取り戻すためにはとんでもないキャンペーンなど出さない限りはかなり難しい問題なのかなと。そしてこんなこと言いながらも、僕はセブンペイには頑張ってほしいなというふうに思っています。もしですね、今回の件で思うことがあれば下のコメント欄に書き込みください。一応セブンペイのことについて何かしらの追加情報があれば僕の動画でもお伝えしていこうと思います。今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。